はい、よろしくお願いします。今回はね、3月中のみ、まあ、あと春休みか含めてちょっとやっていこうと思ってる、中学入試の問題やっていこうの、はい、コーナーでございます。がっつりね、勉強動画っていう感じではないんですけど、まあ、実際に中学入試で出された問題をやっていくシリーズでございます。でね、先に言っておくと、自分中学入試の知識特にないです。だから、その専門的なこういうのがとか、中学入試ではよくこういうのが出てくるみたいなのは全く言えません。で、自分が普通に解いたやり方を説明していく感じで、できればですね、自分ベストな解き方多分言えないので、いや、ここではこの工夫が使えるじゃんとか、これはこうやってやるといいと思いますよ、みたいなのがあったら、みんなコメントに書いていただけると、他の見た方のね、勉強にもなると思いますんで、なんかいい回答があったらね、それ固定のコメントとかにもさせてもらおうと思うので、なんかみんなでね、動画盛り上げてもらえたらなと思います。よし、あ、で、そう、この動画撮ってる理由はね、概要欄の方に書いておくから、結構真面目な理由があるんだけど、じゃあ、早速ね、やっていきましょう。で、自分のね、イメージは、その、中学入試って、その、スピード、とにかく早く解く、早く正確に解くっていうところと、まあ、工夫、ひらめきっていう部分。だから、そういった部分なのかなと思ってるんですね。で、まあ、今回、もうさ、こんなに、なんか、うわって書いたの初めて書いたけど、ここまで。で、まず1番からやっていくと、で、これパッと見た時に工夫があまり思いつかなくって、ただ単に計算の順序と正確性を問われてんのかなと思ったので、まあ、くすい、まあ、真正面から、これ攻めていきます。で、まぁ、カッコの中処理したいんですけど、割り算が先なので、こっちのカッコから処理しましょうか。で、これが 0.75、こいつが、まず分数に直すと100分の75ですね。小数点2個分ずれてるからね。で、100分の75を直すと、これ4分の3なわけ。25で約分できるから4分の3になる。つまり、2分の1、割るなんだけど、掛け算になって4分の3ひっくり返すから。割り算掛け算にしてひっくり返すから3分の4になりますと。で、約分すると、ここは3分の2なんだよね。今ここまで終わった感じ。ここね。で、3分の2マイナス9分の4なんで、まあ、こうなってると。で、まあ、3で、あと9で通分したいから、こっち3かけると、9分の6。こう。つまり、ここ全体で、これが9分の2になりましたと。で、こっちの括弧処理終わったんで、まあ、こっちっすね。で、こっちはま、2と3なんで分母が、6に通分すると、ちょっとかけ、乱算で。6分の3、引く6分の2なんで、6分の1になりますと。こうですね。だから問題全体書き直すと、12×6分の1、ここね。で、真ん中引くがあるから、引く9分の2×9とこうなるわけ。で、まあ、掛け算の先に計算だから、12×6分の1が2なんだよね。2。で、引く、9と9約分すると2なんで、2×2で0。まあ、答えは合ってるんでね。まあ、間違っちゃいないんだろうけど、まあ、もし工夫があったら、お願いします。すごいね。これ算数だからね。久々に算数取ってるけどさ、算数取ってるっていうか算数の内容でやってるけど、いや、すげえなと思う。で、もう問題書いてるうちに心折れるかと思ったけどね。これ、もうごちゃごちゃ、もう読みません。ごちゃごちゃしてる。で、これなんですけど、まあ、ここ5問全部共通で言えることは計算問題なので、まあ、地道にやれば絶対解けるわけ。93から89を引いて4でしょ？ 4 に83足して87でしょ？ってできるわけなんだけど、まあ、ちょっと工夫したいなと思って自分がやったのは、まあ、引く足す、引く足す、引く足すになってるんで、組み合わせりゃいいのかなと思ったのね。で、例えば、ここ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 ってやれば、そこだけ引き算をね、先にやってしまえば足し算残るなと。まあ、足し算の方が残した時楽なんで、じゃあやろうかなと思って、ここ引くと、93-89が4でしょ ?4 足す、で、ここ12足す、6足す、13じゃないよー。3足す、12か足す、6で足す残った7かな。で、まあ、こっからは別に、まあ、地道でいいかなと思って、まあ、ちょっと楽をするんだったら、12足す6が2個あるから、18でしょ ?18、2つ分だから36でしょ ?36。で、3と7組み合わせれば10だから10。で、足す残ったこの4か。で、これやると、50ですね。つって、これで、まあ、順番これってやったんだけど、果たしてどうでしょうか？ぜひコメント欄でお願いします。ここまではいいんですわ。で、この辺からだよね。これもさ、おいおいって思ったけど、まあ、やりましょう。で、カッコが2つありますと、まあ、カッコの中処理が先なのでそこから行きましょう。で、こっちですね、問題はね、めんどくさい。で、まず、掛け算が先なので、引き算、引き算、掛け算、足し算だからね、掛け算先やりましょうと。で、25×16 は、400か。400になるから、400。で、引き算から行きましょう。954-459がやると、95。ん違う違う、495か。
495-400で、プラス 0.4 なんで、95.4 なんですよね。左側の括弧。まあ、私普通に計算しただけなんですけど。で、右ですね、割り算。で、これ割り算の中の分数が足し算になってて、まあ、通分が必要なわけですよ。で、3つの通分、しかも数がでかいと。で、通分するときは、3つね、一気に通分するんだったら、一番下、一番大きい数に注目して、それの倍数を考えると、210に1かけた210、2をかけた420、3かけた630みたいな。で、この中で一番、84も12も割り切れる数を探していこうと考えます。じゃあ、この問題の場合は、12がさ、84って、12の倍数に入ってるんだよね。12に7をかけたら84ってわかるから、まあ、もう12を無視しても OK なわけ。84だけ含まれてれば12も絶対割り切れるから、じゃあこの中で84割り切れるのどれかなって考えた時にこれになるんだよね。420。じゃあ420に通分すればいいんだってなって、通分していくと、12に420にするには、35だね。35をかければいいから、1に35をかけて35。まあ、こちらはいいか。35。足す、84を420にするには5をかけるから、5。で、210を420にするには2をかけるから、2と。つまり、45足す5足す2になるから、ここ上が42なんだよね。こうなる。いいよね。いい数字だよね。ちゃんとこれ、42で割り切れるから、つまり10分の1なんだわ。すごいシンプルになると。そう。で、95.4 割る10分の1。で、さっきと同じですね、上か。割るを掛け算に返すと。変えて、後ろの分数を逆数。ひっくり返せばいいから1分の10。つまり10になるから。掛ける10と。で、掛ける10っていうのは、小数点1個ずらすのと同じことなので、これ計算すると954。で、これで終了。っていう感じ。です。まあ、この辺からは多分ある工夫がある気がするんだけどね。ちょ、気づかなかったんだわ。そう、こんな感じで行きましたと。で、5問自分がやった時に一番苦戦したのがこれです。苦戦したというか、どうしようって思ったやつ。で、ちょっとこれね、ちょっと長くなって申し訳ないんだけど、なんで工夫しようって思ったかっていうと、0.375 と 0.625 が足すと1なんだよね。絶対これくくり出して1に持ってった方が楽なパターンなんだろうなって思ったんだけど、できなかったの。だからできなかったっていうか、それでやったんだけど、結局、これ1個ずつ計算した方が楽じゃんってなって、まあそうやってやっちゃいました。で、何が楽かっていうと、0.375×24 って9なんだよね。これ。違ったっけな、さっきやった時の、ちょっと暗算していい？暗算、ズルしていい？そう、9なんだよ。工夫が思いつかなくって、試しに計算してみようと思ったら、あれ？これ9になるんかって。そう、ってことは、こっちさ、2.5×0.625×16 なんで、別に 2.5×16 を先にやってもいいんだよね。掛け算の中だから。だから 2.5 と16かけると、これが、40になるの。これ。つまり 0.625×40 になるから、これも簡単な数字になる。これは見えてたわけ。そう。で、やると、これが、なかった。さっきやったのだっけ。やるか。10があるから、6.25×4 にすればいいか。25じゃないかな。そうだね。25だね。そう。ってことで、25。つまり、9たす25だから 34×19 なんだよね。括弧のところ。こうなる。で、ちょっと後ろも書こうか。25×12、マイナス125、かける16、マイナス、1.4 かける190と。そう、そうなんです。だからわかんない。ここちょっと教えてほしい。気づいたら、こうやった方が楽だよって。1くくり出せるのかなと思ったんだけど。で、ここはちょっと工夫しましょうか。全部一気にね、1個ずつやっても構わないんですけど、まずここですね。190。これ19かける10なので、このかける10をこっちにプレゼントしてあげれば、1.4 が14に変わります。で、こっちが変わるから、書き直せば 14×19 になると。そうすると、かける19共通なんで、くくり出すと。34-14を括弧の中に残してかける19、こうやって共通で出せる。かける19同じだからね。かける19ってものを出した上で残った34-14を括弧の中に詰め込むっていう。そう。こうやってできる。
で、こっちも、こっちは1個ずつやってもいいと思うんだけど、無理やりちょっとやるんだったら、125っていうのは 25×5 なんだよね。これが。こうなる。ってことは、かける5をこっちにプレゼントしてあげれば、25×8×10。合ってる ?16×5 って80だよね。そうだね。ってなるから、まあ、これも25は共通になるんですよ。そう。で、あれこれマイナスだったっけ問題。ちょっと待ってね。間違っとるー。ごめん、最初のさ、動画の編集定とくね。これ、ここ足し算だったわ。そうだよね。さっきおかしいなと思ったよ。ごめん。ちょっと緩い動画なんで許して。こうなりましたわ。こうなったと。で、結局、どうここか。こっちが、マイナス 25×12 で 25×80 なんで、25×っていうのを共通で出しちゃうと。で、残ったのは、80-12 が残ってるから、80-12×25 って、まあ、これも共通で無理出すんだったらね。で、こうやりましたと。で、こっちはな、やる意味がない気がするんだけど、こっちはすごい意味があって、34-14 って20なんだよね。20×19 だったら、暗算できるから、380になりますと。で、足す、こっちが、68×25。そう、暗算できないんだったら別にくくり出して意味ないじゃん、みたいなね。あるけど。8540で、こうなって、こうか。1700か。で、足すと、2080。これね、問題書き間違ってもうだ。申し訳ない。まあ、こんな感じです。まあ、この辺からはね、突っ込みどころあると思います。ぜひぜひ、コメント欄、よろしくお願いします。ラストですね。うん。まあ、これはさ、規則性の問題だから、まあ、よくやるパターン、自分がよく使うも、技です。技とかやり方ですけど、まあ、ここから行きましょう。掛け算処理しますね。1×1×1 はまあ、いいっす。これ1っす。1にしときましょう。で、ここですね。ここが、3の3乗、まあ、3×3×3 なんで、27なんですわ。こう書いておきます。で、もう一個ここですね。5を3つかけるとこ125。まあ、こうなってますと。で、これ2個ずつ、数字が2ずつ増えてるのね。まあ、途中ちょっと狂うんだけど、1たす3たす5たすってなってるの。で、こういう時って、端っこと端っこを足していくと共通な答えが導けるわけよ。だから、1と41を足すと、ここね、使うとこれ42じゃん。42がまず1個できたわけ。じゃあ1個、これ正の字でいこうか。1個。で、次ね。3と39を足しても42なの。端っこから2個でしょ。で、5と37ももちろんこれも42だから3個なんだわ。やっていくと。で、ここなんだよね。で、これ、発想としては、抜けてるのが2ずつ増えたいから、7、足す、9足す、11が抜けてるのね。7、9、11、13、15っていきたいから。で、あ、7と9と11来ねえかなと思うんだけど、この3つ足したら27になるわけよ。ちょうど。だから27なんだけど、計算式。これを、こうやって無理やり書き直しちゃえばいい。ここ。そうすれば、7と35を足したら42だから、これ4つ目でしょ。で、9と33で5つ目。で、11と31で、これも42だから6個目と。こうなります。で、この後なんだけど、これを無理やり29とかに持ってくより、もう数がさ、そんな残ってないから、ここ。これは地道で計算したらいいよね。この部分は 42×6。42が6個分だから。ってやれば、252か。ってわかりますと。で、ここは、じゃあ、例えば125と15を足せば、これ140だよね。17と13が30でしょ?で、足す19。170に19、189だと。で、なるから、これ足しましょう。441かな。合ってるかなこれ。OK だね。そう。まあ、こんな感じでやりました。はい。という感じで、3月中のみだと思います。まあ、それ、ね、めちゃくちゃいっぱい投稿するとかないんですけど、まあ、もしよかったらね、こんな感じで少しだけ続けていこうと思いますので、ぜひ、コメント欄での優しいツッコミね、厳しい、あれはちょっと凹んじゃうから、優しいツッコミと、あとは感想の方もコメント欄とかで書いていただければ、あとね、SNS で共有とか、拡散していただけると非常に嬉しいので、お力の方貸していただけると嬉しいです。ではまたね、次回もう一本はね、必ず撮りますんで、次回の方でまたお会いしましょう。じゃあ今回の授業はこれで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。